最後の主様よろしくお願いいたします。皆様おはようございます。ご紹介いただきました隣の狭山市から参りました狭山市長の小山剛と申します。本日は松本義明さんの施政報告会のご盛会、本当におめでとうございます。もうお世話になっています。いつもですね、なぜ隣の市長が、来るのかというふうに、思いになっている方たくさんいらっしゃるかと思いますけれども、実は私と松本さん同じ団体に所属をしておりまして、それぞれの入間青年会議所、私は狭山の青年会議所、全、この埼玉県に各地の青年会議所というのがあるんですけれども、その青年会議所を経てまた今在所やっている間にもですね、志を、この町のためにということで、議員になる、議員になった、そういう人を各地このそれぞれの市から一人ずつ集めて政治会というのを作っております。その同じメンバーでございまして、そういった中で入間だけじゃなくて狭山だけじゃなくてお互いいいところを持ち寄って切磋琢磨していこうよというメンバーでございます。その中でですね、もう松本さんのご活躍につきましては私もつい先日、新聞で副議長に就任ということで、それはまあひとえに市民の今日お集まりの皆さんのご支援の賜物であると同時に、これは副議長というのは自分がなりたいっつってなれるわけありません。議員のメンバーの皆さんから議会の中から選ばれるわけでありますので、この入間市の市議会の大勢の皆さんからやはりいずれは若きリーダーとしての活躍を期待する松本さんに2期目で副議長に就任やってもらいたいということだというふうに思っております。本当におめでとうございます。今日はですね、田中市長よりも先にすみません、ご挨拶をさせていただくわけでございまして、ちょっと私まだ地元に戻っていろんな会合に出ないといけないんですけども、田中市長にもですね、私が就任以来本当に多くのことを、まさに兄貴のように教えていただいております。私が宴会で遅くなった暁にはですね、おい早く来いよという電話がいただくぐらいでございましてですね、本当に入間と狭山っていうのは兄弟のような町でございますので、これからも力を合わせていってやっていかなきゃいけない。そして隣にいる近藤恒夫さん、近藤さんは私が平成15年に初当選、市議会で初当選をしたんですけども、どういうわけかその時からのお付き合いでございまして、近藤さんがいたからこそこの今埼玉西部消防局っていうこの五市での消防というのがありますけども、近藤さんがいたからこそこの五市消防がうまくまとまった、その立役者でございます。そうした方から私も隣の市ではありますけども薫陶を受けることができたというのはこの上ない幸せでございまして、こういう皆さんがいたからこそ私も4年前市長選挙で勝ち抜くことができたんだなというふうに本当に心から感謝しております。さあ、これからの課題についてなんですけれども、今入間も狭山も同じような面積、同じような都市の構造であります。抱えている課題は同じです。人と町の高齢化にどうやって対応していくのか、財政上はもう今がおそらく天井でしょうね。財政上のボリュームっていうのは今狭山は400、ちょっと今年は多かったから60億、これから増やすことっていうのは容易ではありません。狭山はホンダがある、ロッテがある、企業があるから税収がいいでしょ言うんですが、そんな時代はもう10年前の話でありまして、今はこんだけ景気がいいと言われながらも法人市民税っていうのは一定して変わりません。おそらく今後は増えることはそうないだろうと。その中で人と町の高齢化にどうやって対応していくのか、平成がもうあともう間もなく終わります。平成元年始まった時の狭山市の民生費っていうのはわずか40億でした。これが30年後どうなってるかっていうと、もう180億まで膨れ上がっております。高齢化、平成が始まった時100歳を迎えた狭山市民の人数というのは0人でした。しかし今は54人、これからどんどん増え続けていくでしょう。つまりこれにはものすごいお金がかかる。そのための財源をどうやって生み出していくことができるのか、おそらく今日公共施設の問題をやるかと思います。市民の皆さんにとっては自分の身近なところに施設がある、これは間違いなくいいことでありますけれども、狭山の場合に置き換えていきますとね、全ての施設を維持しようとするとプラス20億どっからか持ってこなきゃいけない。
もしくは市民サービスを削らないと維持することができない。しかし今後30年間の中で震度6弱以上の発生確率が一番高いエリアはこの埼玉のこのエリアなんです。ですからその時に古い施設というよりもいろいろ工夫して壊すべきものは壊していって新しくするものは新しくをしていく、こういったことに皆さんのご理解がなければですね、とてもでないけれども全体を運営することっていうのは難しいんであろうということでありますが、これはなかなか市民の皆さんにご理解をいただくことっていうのは難しいんですね。そしてもう一つ、人口が減る、産業が云々ということを言ってますけども、こんなことばっか語っていてはですね、狭山の明るい未来っていうのは、入間の明るい未来っていうのは決して開くことはできません。狭山も入間も飯能も日高も所沢もこのエリアっていうのは素晴らしい資源に恵まれています。その資源をどうやって活用していくのか、どうやって磨き上げていくのか、10年20年先を見据えてどうやっていくのか、これはぜひね、やっぱり地元の議員の皆さん、そして、田中市長、豊富な経験がある、近藤さん、そして今日ここにいらっしゃる大勢の皆さんとね、やっぱり議論をして町の将来というのを決めていく必要がある。そしてその上で協力すべきところは協力していこうと、入間と狭山で協力していこうということでございます。今年の1月18日、NHK をご覧になられた方も多いかと思いますけども、児童虐待という大変大きな課題があります。狭山でも3年前に、3歳の女の子が亡くなってしまったというですね、私にとって もう忘れられない思い出があります。これをこのまま放置していたらダメだと。そしてそれは野田の事件もそうであります、目黒の事件もそうであります。 A という町から B という町に転入をしたときに支援の切れ目があるわけです。この切れ目をそのままにしておくと目黒や野田の事件というのが繰り返される可能性というのがある。そしてこれを県に求めて全県でやりましょう、でも県はやらないと言った。ですので私は田中市長や飯能の大久保市長、所沢の藤本市長、こういう皆さんと協力して児童虐待、この西部エリアでは転出入というのが非常に多い、そういった切れ目のない支援を作っていきませんかということを申し上げたら、田中市長はね、やっぱりその通りだと、狭山と入間だけじゃなくてこの全域でやろうよということをですね、強くご支援をいただきました。ですので狭山は狭山、入間は入間ということではなくて、いいことはお互い協力してどんどんやっていく、そしてこの地域が可能性あふれる町にしていかなければいけない、そんなふうに強く思っています。そしてその時の私はもう46のおじさんでございますので、おじさんは今いくつ、31ですよ。こういう若い人に私も地域は違ってもその思いというバトンを託していきたいと思っていますし、いずれ、彼が40いくつになった時にはひょっとすると狭山と入間、飯能日高の境がなくなっているかもしれません。その時には間違いなくそれを背負うリーダーの一人になっていただかなくては困りますので、ぜひとも皆さんご支援をいただきたい。そして今日会場にいらっしゃる最高齢は70いくつなのかもしれません。人生100年時代ですから何回でも選挙できると思いますので、ぜひともご支援をよろしくお願い申し上げまして、私からのご挨拶をさせていただきたいと思います。松本議員のご活躍、そして田中市長をはじめといたします入間市のご発展、心からご祈念申し上げましてご挨拶とさせていただきたいと思います。本日は大変おめでとうございます。現実に向き合うだけだとそれは計画じゃなくて、ただの現実をただ書いたシナリオですよねと、それじゃダメなんじゃないですかっていう部分を、その話をもっと市民としましょうよと、その話をしないからこっちの学校がどうだあっちの学校がどうだっていう、まあある意味ではこの5年10年の目先の話になってしまうと、そうじゃなくて自分の孫や子供の代まで入間市がどういう町になるのかっていう話と、そっちがメインですよ。学校の話はその中でどう、じゃあそのためにはどうしたらいいのかって話に持っていかなきゃダメですよねっていう話をしました。で今日この3つをちょっとこの後も話したいんですけど、まず1つ目の、市民会館と、これに関しては市役所耐震補強されてないのでもうしないって選択肢ないんです。これを、放置するって選択肢はもうないので、あとはやり方の問題、
やり方の問題の中で私が3月に提案したのは、とにかく金をかけないでくれと、100何億っていうはじめ額が出てきたんですね。だけれども今同じタイミングで地域の学校とかやる中で、もっと言えば人口を増やすような投資的なことにどんどんお金回してほしいっていう中で、ここでそれだけの額をかけてやる、またさらには利便性がどうなのかっていう疑問がある中で、その額を投入することに対して一定の不安なり疑問があったので、それを市長に、心配をしました。市長は削減の努力はもう徹底的にやると、多くのですね、設計がですね、初めて出したやつよりも実際に基本設計するとドンって大きい額が出てくるわけですよ。これは皆さんの家でも見積もりして、初めあこれぐらいかなとやったけれども、実際に詳細な部材のいくらというのを積み出していくと、そんな額で到底収まらないことが多いんですね。特に建て替えよりも耐震補強とか工事する場合っていうのは多くなっちゃう。で、市民会館はまさに耐震補強をあれだけのホールをするっていうと、どこにどういう工事がかかるのかっていうのはまだまだ本当に荒い状態なので、この何倍っていう額が出てくる可能性がある。その時にですね、今日来ていただいた小山市長来ていただいていましたけれども、市長に私の方も提案したんですけれども、市役所はあそこで建て替えてなるべく簡素にお金を納めて民間の活力も入れてやってくれと。市民会館についてはまず事業費積算をすると、で今年度中にすぐしますという、あ来年度すると。で、した中でですね、かなりの額が出てきた時には一歩立ち返ると。どういうことかっていうと、あそこを耐震補強するのか違う場所に移転しちゃった方がいいのか、はたまた今日来た狭山の小山の市長もおっしゃってましたけど、あるんですとも話してるんですけれども、狭山とか入間とかで広域で立派なものを作った方がいいのかっていう話を、市長の方でもこの3つの案をまず事業費出した後に並べてみて、事業費は私はかなりの額が出ると思ってるんですね。古い建物でございますので、これ真剣に考えないと、いつまでも入間市はホールがないっていう状況になってしまいますので、将来見据えれば積算した後に今言った3つの中でどれをするのか、そういう意味でもこれからも小山市長とは常につながりながらですね、やっていかないとですね、いけないなと。だから小山市長、田中市長がこういう関係で言ってくださって続けてもらえて困るんですよ。本当に狭山も色もない時代、もっと言えばもう本当にこの近隣市もないような時代になってきますので、それは今、議会で私の方で提案しました。で、これが今市役所市民会館で市長からもお話しあったようなところなんですけれども、これも終わってから、今日必ず11時までにはこの話私たちのやり取りを終わらせて、その後は皆さんからのにしますので、もう一つがですね、議会で取り上げたのはその小中学校の統廃合の統廃合再配置の関係です。これも、一番市民の中で今議論がある部分です。これ高校の会場でもやらせていただき、市の職員にやっていただきましたけれども、かなり賛否分かれたりですね、いろんな意見がありました。しかし私はその前にさっき言ったように町のビジョン、例えば宮寺だったらこの地域この土地の利用のあり方どうなのとか、間に作るって今簡単に言ってるけど、じゃあそこの周りはどういう風な町づくりをするのというのとミックスじゃないと、単純に学校をやりますっていうのじゃこれは誰も納得しないですよ。一番納得してないのが実は今西部地区なんですね。野田中と西部中を一つにするっていう案なんですけれども、できたばっかりの、できたばっかりじゃないんですけど、かなりまだ新しい野田中学校を廃止して西部中学校にしますよという案でを出されたんですけれども、であるなら、私はなかなか政府の人間じゃないのでなかなかその場では言えない部分もあったんですけれども、じゃあ西武新駅の周辺どうするとかっていう話をしなければ、これ誰も納得しないですよ、はっきり言って。やっぱり市長も辛い時代の市長なんだと思います。こういう時代であれば、今日はここに道路ができます、今日は何ができますできますっていう時代じゃないので、ある意味ではこれはやめます、この2つをやめるんだけど、やめ方はこうしますと。それがこの町を強くすることであるし、人口をたとえ減ったとしてもその減らさない努力、または
量としては減ったとしても皆さんの生活の質しやすくなるよねと。今この地域ではお買い物をするところがないじゃないですか。お買い物をするところがなくて運転できなくなったらどうするのっていう時に、私も1期目の時に頑張らせていただいたあのバスの関係も、じゃあこの公共施設マネジメントのミックスでやらないと話が全然合わないでしょ、誰も納得しないよっていうようなことを議会でやらせていただきました。宮寺地区でございますので、宮寺地区のことも含めてちょっと地域の公共施設について市長の今お考えのところはどんなところなのか、ちょっと簡単にお話しください。各地区の説明会でも有名県聞きました。 でもじゃあやらなくていいのかって、ここがあれだと思うんですね。で入間市も全体的な総合計画もあれば各地域の計画もあるんですね。で宮寺4区についても総合計画と入間市の都市計画のプランがあるんですけども、その2つの中で宮寺4区はどうしようかっていう、そういった方向性もきちんと書いたんですね。その内容的にはざっと言うと、宮寺4区地区は働く場と住まいのこういい環境を作る、あるいは自然を生かしていい環境、そういった形なんですけども、でそういった方向の中にも進んでながら、じゃあそれについて宮寺の人たちはどう考えているかということが、今の議員の言うことが大事なことだなと思うんですね。入間市では大きな形としてその2つのプランで宮寺の人をどうしようかと、これ載ってるんですけども、そうするとその範囲内で、例えばこのエリアはじゃあもう少しこうしたい、このエリアはもう少しこうしたいというのは、やっぱり地元からもやっぱりきちんとこれから執行部とも相談して作んなきゃいけないのかなと思うんですね。そういった時に、まちづくりに研究会なんかできた時どうするんだっていう質問もいただいたんですけども、それはぜひ地元発信で作ってもらって、それにはまた事務所とか何かは出すことは可能なのかなっていうことは開催してもらったと思うんですよね。で公共施設マネジメントはやっぱり入間市がこう成り立っていく上でやっぱりこう基礎的な私は事業だなと思ってるんですね。で一番これが最初に出てきた問題っていうのは、もうほとんど人口急増時代に作ってきて、老朽化してきて建て替えなきゃなんないっていうことが、一つなんですけども、で人口構成が子どもの割合が逆転しちゃって、多い時の半分になっちゃった、高齢者が逆に、少ない時の5倍になっちゃった、これが原因だったんですよ。もっと一番の発端は宮寺小学校は今、6学年8クラスっきりない、西部中学校は今5クラスっきりない、しかも去年の1年生は38年期に入学しなかったということで、クラブ活動も文化部もいても6つっきり、あ、7つっきりない。で学校の中学校で先生が校長教授といって12、3人きりないんですね。そうすると美術部とか音楽部の音楽の担当の専門の先生がいないんです。これからいくと英語がいなくなっちゃう、理解がいなくなる、こういうことだってあり得るわけですね。だから適正規模な学校にしなきゃいけないということで、こういったことでこの公共施設マネジメントが始まったわけです。そういった面では感傷的にはこの地域に学校なくなっちゃダメだっていう、いろんな公共施設なくなっちゃいけないと思うけど、でも市民の学校に行く子どもたちのこと、市民の将来のことを考えれば、やっぱりやるべきことで、特にやることをやってなきゃいけない、こう思って、じゃあ、もう一度に言う。で、今、入間市でちょっと自慢できるのは、1月まで私、あちこちで謝ってたんですけども、固定資産税をいただきすぎちゃって、2億800万、これをお返しさせていただきました。それは、例えば今までお店兼、住宅兼お店やってたところが、もう無線やめちゃって、住宅だけになっちゃったと。そのと本当はお店の税金をかけてたのは、一般の住宅だと6分の1ぐらいの税金で済んじゃうわけなんですね。それは知らないでそのままかけてたと。本人も申請してくれなきゃいけないんですけども、そういったことを全部いち早くやったんですけども、そしたらば狭山、飯能、所沢から入間市はどうやってそれをやったんですかって、やり方を聞いてくれましたし、千葉からも来てくれました。そういった面では、どこもやり合うんでたところ、入間市が一番先やったんで、やり方を教えてくださいって聞いたんですね。さっきの最後の師匠も言ってましたけども、公共施設の高まりはしっかりやんなきゃいけない。で、市長さんと集まって、入間市は説明会って、すごいなって言ってくれて、どこでもこれから始まります。で、入間市は先にやっちゃったもんですから、いろんなこう意見もいただいてるんですけど、もしよそが全部やっちゃったと、なんで入間市はやんねえのって言われてたから待ってたら楽かもしれないんですけど、それじゃあ今の小学生中学生が
勉強する環境良くないということで、これは腹くくって進めたところなんですね。だから私もうまくやっちゃおう、上手にやろう、うまくやっちゃおう、どうにかやろうっていうんじゃなくて、やっぱり真っ裸で全てを喋って、意見聞いて、それで議論していくって、そういう方向で全ての会で私も出させてもらってるんですけどね、そんな気持ちでさせていただいております。ありがとうございます。これが、今ですね、3月末に案が確定するんですね。まだ私たちも、提案は見てません。で、それが確定した段階で、動き出すと。で、動き出す中でですね、今例えばですね、これ宮寺日本地区なんですけども、地区51年のこの日本木保育所行かれた方わかると思うんですけれども、大変子供が遊んだりするにはですね、あんまり環境がですね、今の状況としては合わない部分があったりですね、例えば宮寺保育所はですね、雨が降るたびにですね、本当浸水してしまって保育どころじゃないような状況になってしまう部分があるんですね。今みたいな課題がある。で、ただ子供が少ない中両方別の場所に建て替える、これができないよ。で、例えばですね、あと小学校、宮昭和地区52年なんですね、宮寺小学校で、狭山小学校も地区47年という中で、当然両方地元の人の思いとしては、両方そのまま建て替えて立派なものを作ってほしい。しかし、さっき言ったような財政状況または子どもの状況の中でそれがどうしても叶わないっていうようなところがあるんですけれども、私がこの議会でも訴えたのは、それは理解できますと、そういう数字的なことは理解できますけれども、じゃあ、市が求めているその町づくりみたいなところっていうのは何なんですかと、それがないと思ってしまってるんですね。まだ今のところまだまだやってもらわなきゃいけないし、ここでやっとこう近況同居支援っていうのが、先ほど市長がありましたけど、最大80万円入間市に市外から引っ越してきてくださった方のリフォームであったりっていう部分出すんですけれども、これも実はですね、じゃあ何世帯見込んでるんですかっていうとですね、これ実際はですね、予算が716万しかついてないんですね。で、数十世帯なんですよ。これで人口減少対策って言ったら、こっちで500、600って減ってる中でですね、大事なことなんですけれども、その方向性を生むことは大事なんですけれども、本気で考えるんだったらお金あげなくても住みたくなるような地域を作らないといけないわけですよ、選ばれる地域を。そういう魅力的な、例えばインフラであったり土地利用であったりっていう部分が必要なんじゃないですか。だから町づくり研究会みたいなものがこの立ち上げの時に必要と思いますという部分で、まあ、市長もそれはじゃあ、まあここでうんともね、議員議場でしたもすぐねあれだけれども、そういう方向性で、まあ、考えはもう全く共有すると、そういう将来のビジョンみたいなのはない中でこれをどうしますかって話してもそれは納得しないよねと。で、私も当然ね、地元で育って、それは それだけの説明じゃ納得できない部分もありますし、地域の皆さんの声を聞きながら議会で代弁するって中では納得できない部分もあるんだけれども、でさっき言った私たちが地域で、いやこれ今やんないと今言ったような街づくりのビジョンが止まっちゃうんですよと、土地利用構想こうしたいっていう部分があるんですよと、学校の土地こういうふうに使って地域の人たちどうするんですよっていう部分を出さなきゃいけない。それと一番大事なことは、私たち卒業生じゃなくてですね、今通ってる子供なんですよね。今通ってる子供とこれから通う子供がここの学校でこの地域で育った子でよかったと思えるためには、まず当然安全に学校に通えなきゃいけない。それとどうせやるんだったら特色のある学校を作ってくれよっていう部分とかですね、そういうところの話を今の子どもたちどうあるべき、やっぱりね、この話になるとどうしてもこの創設の時の思いのある大先輩の皆さんの意見っていうのが前面に出てきます。で、議会でもそういった意見を紙にまとめるんですね。この会場ではこういう意見がありましたってまとめるんです。で、それを見るとですね、まあ、概ね8割9割反対なんですよ。だけれども声を上げてない今通っているお母さんたちとかの話を聞くとですね、また違った意見が出てきたりするんですね。で、私たちは何を判断の基準にしなきゃいけないのかっていう時に、学校は生徒のためにあるし、子どもたち、まあ、地域のためってもあるんだけど、第一義的にはやっぱ学校は授業するところでございますので、そういう部分
の話を教育委員会が前面に立ってやってくれないと、これ全部市長の方におっつけるのも違うかなって私は思ってるんですね。例えばこういう説明会の中で、これやったらこういう教育環境を作るんだよっていう部分を語ってないし、実際そういう計画がないから、私はそれが先なんじゃないの、だから安全面とかなんだかってこういうふうな話になってくるところも含めて、それをミックスでこうやりますっていう部分と、こういう現実が出てこないと、どうしてもこの事実だったり数字だったりがですね、前面に出過ぎちゃってて、結局これはこうなんだけど、じゃあこれに対してここに書いてあるような通りね、やってっていいのかっていったら、それは私はいいと思わないんですよ。さっき言った街づくりのビジョンがなかったらダメ、土地利用構想も考え直してもらわないとダメだと思うんです。なくす、これからはこういう時代じゃないから、これからはこういう時代を生きていく中では、今みたいな知恵を出したりですね、行政の権限でできるようなことをですね、考えていかないといけないのかなというようなことをですね、3月の議会で市長とやり取りさせていただきました。ここから